木さんの後ろの方とかはね、あのみんな暑いんでね、あの日差しを避けて隅の方に座ってますけどね、あとまあ5分ぐらいで始まると思います。本当日差しきついですね。
人以上は全部でいるんじゃないですかね。結構しょってます。前川さん目立つの好きだね。
けど、奈良にこだわった演説内容っていうのはいいんじゃないですかね。自民党さん投票してたら荒井県政変わんないですからね。そこは突っ込んでほしいなとちょっと個人的には思ってますけどね。維新さんまあでも今朝ね、国民民主党の方ってもお話してたんですけど、まあ、奈良の市会議員になってらっしゃる内藤さんって方なんですけど、要は自民さんに勝たせてたんじゃ荒井県政が変わらないっていうのは大きくうなずいておられました。私も前から持ってるんだけどね。組織選挙、今回の佐藤さんのお話さんのを見てもらうと、どこどこの何て言うんですか、市長会があったとか、上場会があったとか、ね、そういう団体と会うこと自体は、それを何て言うんですか、SNS に投稿するだけで結構ね、選挙運動になっちゃってますからね。でしかもそれ始めるのも、自民党さんが奈良県では一番やっぱ早かったと。告示の1ヶ月ぐらい前にもう動いてるからね。やっぱりあれですよ、自民党さん、公明党さん以外はね、もっと本気で不動票取りに行かないと。仮想的にするのは荒井さんが一番いいと思います、個人的には。出たがりだよね。はい、お疲れ様でした。それなりにね、新さんは右側通過があって権威主義ではあります。少なくとも党内はそういうことを感じています。石原隆史芸
日本国会の中で分かるのよ。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 
すぎるよね。これは何もここからだけないんです。この日だったらは大阪で大学の授業料や入学金からになりました。無償化になった。これはお子さんだけではなくて何回